桂新右衛門のは、日本の落語家。本名は、宮尾拓。公益社団法人落語芸術協会所属の市口。千葉県奈良市の市出身。千葉県立ミ川高等学校。国学院大学文学部中隊。国学院大学落語研究会出身。落語芸術協会に詰めユニット、成金メンバー。出林は、乗り合い船。趣味は、おせっかい。 2006年に四代目春雨や雷蔵に入門、前座名は、春雨や雷田。2010年二つ目に昇進。2016年3月、春雨や雷蔵門下から桂新治門下に移籍し、桂さ三となる。本人によれば、移籍は、波紋ではなく雷蔵の移行によるものである。2020年5月に昔々、栄太郎、達川恋八と共に、新内昇進。 桂新ラ・シンのを名乗る。同月から予定されていた新内昇進広工業は新型コロナウイルスの感染拡大を受け10月中旬に延期となった。なお、両親が熊本県八代市の出身であるため自分の故郷は熊本の八代市だと述べている。2011年には TV ドラマデカワンコに出演した。2014年第13回佐賀見原。 若手落語家選手権本選会出場。同年、公演 J と R 寄せに詰め芸人グランプリで優勝する。2018年、第17回佐賀原、若手落語家選手権優勝。ありがとうございます。